1979年7月19日 KGB の支援でサンディニスタ軍はマナグアに侵攻。偽装作戦に参加していた国民軍の親米派、後のコントラはマイアミに避難し、反革命勢力として訓練を受けた。彼らとの連絡は潜入工作員が担っていたが、 KGB に正体を見破られ拘束されてしまった。工作員は国民軍に深く関わっていたため見捨てることはできなかった。救出に向かったのはアレックス・メイソンだ。準備しろ、メイソン。来たぞ。チャンスは一度しかない。やってやるさ、心配するな。奴はあの機体に乗るぞ。動きがあるまで待て。慌てるな。今、エコショまで突破するつもりだ。